よはい、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。本日はお久しぶりの開封になります。お願いします。はい、まず1つ目、今日3つあるんでね。はい、1つ目、じゃん。あ、これは私の、はい、あれ関係ない、うん、はい、1つ目、じゃん、新品ハイフラ抵抗器2個、3オームですね。はい、はい、で、あのブーブーマテリアルの製品になります。はい、名前いいよね確かにですね。はい、と、じゃあ2つ目いきましょう。はい、これですね、これ汚ねえの、じゃん、うん、じゃじゃん、じゃん、スコッチの超強力耐熱用の両面テープになります。はい、3つ目、これがメインかな。メイン、じゃじゃん、はい、はい、 T20 のウィンカー級なんだけど、うんうん、優しく明るいウィンカー手が入ってるね、はい、うん、これもブーブーマテリアルさんの製品になります、はい、これね、ちょっとあのオデッセイのねテール、うん、まあほとんど LED 化になってきたんですが、うんうん、ウィンカーだけまだ LED じゃなかったので、うん、まあ、ウィンカーの方をね購入してみました。そうですね、でこのね、この開けますか、1個。そうだね、はい、このブーブーさんのブーブーマテリアルさんのね、このウィンカー球なんですが、これ抵抗入ってないものなんですよ。ああ、そうですね、はい、抵抗の入っていないものなので抵抗をつけようかなと思って抵抗も買いました、うん、はい、でフロント用とリア用で組もうかな。そうですね、大体こうウィンカーもほら最近抵抗内蔵タイプってあると思うんですけど、うん、俺そういうの当てにしてないし、うんうん、ハイフライになる、もしくは中に内蔵されてる抵抗だけは焼けるとか、いろんな問題があるんで、昔からあのリレーで制御したり、うん、RB1 オデッセイの時はリレーでね制御したんですが、リレーがついてないのでね、今抵抗で制御しようと思ってこの製品を買いました。はい、で T20 のシングル段違いってやつですね。はいはいはい、光らしてみましょう。はい、はい、おお、まあ、電力下げてますが結構淡くいい感じですね。そうですね、はい、明るいね。明るいね、電力下げてますが結構明るいものになります。はいはい、あ、いい感じですね、うん、はい、こんな感じでございます。はい、LED 球だからつぶつぶじゃないよね。そうそうそう、なんかね、うん、こう白いね、ね、感じなんですよ。これもなんかちょっとね今まで使ったことないんで、うん、ちょっと買ってみたんですけど、大体、うん、こうつぶ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 って入ったやつとかだったんですけど、うん、ちょっとなんかこういうの使ってみたいなと思ったし、一つでね、はい、なんかなって結構明るい、拡散されるって書いてあったのでね、はい、まああの結構高いものじゃなくて本当お安い方の商品だと思うんですけどね、うんうん、はいはい、あのハイフライになるの抵抗器入ってませんって、うん、まあ、逆にそっちの方が良かったなっていうのもあったので、はい、まあどうせね抵抗組むんで、うん、なくてもいいかなと思いまして、ね、はい、で抵抗を組むために、うん、この貼り付けるのに ね、 そうですね、耐熱、結構熱持つんで、はいはい、耐熱の両面テープでちょっとそうです、ね、ボディの方に隠してつけようかなと思うんで、うん、こっちも買ってみました。はい、はい、なので今回はねこのブーブーマテリアルさん、はいですね、の LED フロント用とリア用と同じブーブーマテリアルさんから出てる、はい、ハイフラ抵抗器2個、うん、3本、うん、これも抵抗器とそうだね、うん、あとなんかまあ説明書が入ってるのかな、うんうんうん、
ね、タップ4つに抵抗2つって感じですね。はい、これも抵抗もね、ちょっとパッと開けてみましょうか。おいしょ。あー、結構線長いね。今ね、表より長いね。結構取り付けも楽かな。うん、短いと取り付けね、結構めんどくさいんで。うん、ですね。はい。まあ、そんな感じでございます。はい。ここね、まあ、近々ね、はい、施工の方をね、しようと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今回は、1,2,3,4 点、はい、開封動画でございます。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。